忍び様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍びさんにとくれば、こうなるのも当然だろ。なあ、肌もあらわな、その乙女忍びを襲って、一体何をするつもりだ貴様ら。おまけに間の悪いお客さんと来た。夜はうちらの時間だって教わらなかった？お前らが遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ。ケツヤさん、あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か、それとも戦忍びをまとめて始末ってことか。まあいいぞ、どっちにしてもこれも大事なお仕事だしな。足利のためじゃない、私の働きは。決して、もう優しくはないぞ。命を惜しむなら立ち去れ。俺様結構忙しいんだけどね。サスケは一体何を掴んでいる。これ以上武田を調子づかせてなるものか。で、どうよ、一番できる忍びは貝の真柱だと思う。漆黒の切っ先は止まらない。白金の達人、すぐ名前。自分で自分を褒めるのってさ、結構虚しいんだぜ。乙女は負けない。私を見て怯えるな。だからといって白くの見るな。あなたをお守りした誰よりも、誰が相手でも。できる。この糸から逃れられると思うか。ならば試してみろ。私のことを暑苦しいと思ったか。ま、何事もなしってんじゃ語り草にもならないよな。さーて、ここで問題。この俺様は本当に生身の俺様でしょうか。ま、ここでの勝負は痛み分けってことで。はっ。